津漁港で起きたカツオの窃盗事件をめぐり新潟県の船会社が焼津漁協などに損害賠償を求めて提訴しました船会社の代理人弁護士によりますと新潟県の船会社は2018年からおととしまでに冷凍カツオおよそ49トンを盗まれたとしてきのう午前焼津漁協や焼津市の水産加工会社 すでに起訴されている元職員ら7人に対しておよそ760万円の損害賠償を求めて静岡地裁に提訴しました冷凍カツオの窃盗事件をめぐっては去年焼津市の水産会社が焼津漁協や元職員らに対しておよそ3000万円の損害賠償を求めて訴えを起こしているほか1日には 長崎県の船会社もおよそ820万円の損害賠償を求めて提訴しています。